マイケル・ライアン・マリオットは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロサンゼルス市、ウエスト・ヒルズ地区出身のプロ野球選手。ウトを右ミギ MLB 新ナティレッツ参加所属。2010年の MLB ドラフト8巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。 15試合に登板して2勝2敗、防御率3.5464奪三振の成績を残した。2011年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、28試合に登板して8勝4敗5セーブ、防御率3.4180奪三振の成績を残した。2012年はまず A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、31試合に 登板して6勝3敗1セーブ、防御率3.24081奪三振の成績を残した。8月にトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ昇格。トリプル A 級オマハでは2試合に登板した。2013年はトリプル A 級オマハでプレイし、47試合に登板して4勝5敗11セーブ、防御率3 5 6 6六奪三振の成績を残した。 オフの11月20日に40人ワーク入りを果たした。2014年3月14日にトリプル A 級オマハへ移動し、4月7日にメジャーへ昇格した。4月11日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。6点ビハインドの6回裏から登板し、2回を投げに、アンダ2失点2球2奪三振だった。最終的には17試合にリリーフ登板し、 防御率は6.48ホイップは1.72と苦しんだが一方でメジャー初勝利を挙げるなど収穫もあった2015年は2試合の登板に止まり防御率は3.00だった11月20日にリーフとなった2015年11月30日にウェーバー工事を経てフィラデルフィアフィリーズへ移籍した2016年は25試合に登板して一勝と2 セーブを上げたが、予死休率5.8、防御率5.82と、請求難もあって、炎上傾向だった。ただ、三振を奪う能力は高く、脱三振率9.6をマークした。マイナーの3ランクで、計32試合に登板、うち2試合は先発登板で、防御率3.76、1勝3敗1、セーブホイップ1.11、という、まずまずのピッチングを見せた。 オフの12月6日にリーフとなり13日にマイナー契約でトリプル A 級リーハイバレーへ配属された2017年はトリプル A 級リーハイバレーで45試合に登板し7勝2敗2セーブ防御率4.42の成績を残したがメジャー昇格はなく11月2日に FA となった2017年11月21日に サンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕はトリプル a 級エルパソチワーズで迎えたが、10試合にリリーフ当番し、防御率12.15と乱調が続き、5月11日にリリースされた。5月19日にフルスのカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだが、 8月9日にリリースされた。8月24日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約した。2019年はシュガーランドスキーターズと再契約した。6月5日にメキシカンリーグのティフアナブルズと契約し、7月29日にはメキシカンリーグのドスラレドスオールズと契約した。メキシカンリーグでは2球団合計で8試合に。 当番死5勝を挙げた。2021年3月26日に、独立リーグアメリカガソシエーションのクリーバーン、レールローダーズと契約。3試合に先発当番死2勝を挙げた。6月9日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。